久保さん。何でもできる。<laughs> あ、スマホがあれば、気合があれば何でもできるっていう、それにかけて、スマホがあれば何でもできる。これにしましょう。昨日ですね、あの、暖かかったじゃないですか。で、僕ね、あの、外久しぶりに出て、あの、写真撮ったんですけど、どうすかこれ久保さん。久保さん、どうすかこれ。 めっちゃ綺麗じゃないですか。これ、これ、iPhone で撮りました。<laughs> iPhone でこれ。これ iPhone で撮ったんですけど。でね、あの、かなりコメントついてるんですけど。あの、スマホ最強ですね。てか、今の iPhone のカメラの性能がめちゃくちゃいいので <laughs>、普通に綺麗に撮れますね。 だ一眼レフとか、まあ僕も一眼レフのカメラ持ってるんですけど、あの、本当にスマホの iPhone のカメラでも普通にきれいに撮れるので、使い分けてます。うん。だからまあ、なんだろうな。あの、このね、僕がやったことってあるものなんですよ。まあこれってただの、まあぶっちゃけ言うと空なんですよね。 まあ毎日空ってあるだろうし毎日夕日まあもちろん曇ってる時は夕日見えれないかもしれないですけど何気ないね何気ないまあ日々起こる自然の現象ですよまあこれ集客できるしあとねあのー コメントもめちゃめちゃ綺麗ですねとかいつまでも眺めていたいですとかすごいですとかすごいのは僕じゃなくてまあ空なんですけどね <laughs>、うん、だからまあ何が伝えたいのかっていうとまあ今本当にそのテクノロジーが進化してデバイスも進化してあのやろうポ,ポケットからねポケットから価値を作れるようになったわけですよ僕たちっていうのはいくらでも。 だけど、それをシェアしようと思う気持ちがないとか、もしくはその、なんだ、うん、まあ、インスタをやろうっていう気持ちがない、YouTube をやろうという気持ちがない、うん、ブログをやろうという気持ちがない、それがなければ何も始まらないですよね。うん。だから、まあ最近ね、稲森和夫さんのね、稲森和夫さんは、あの、鹿児島出身でね、 あの一世代で何万人の今何兆円の売り上げなのかな何千億何兆円かわかんないですけどそのぶち抜いてる感じの企業を作った人なんですけどあのまあ松下幸之助さんもいなあのま稲盛和夫さんも松下幸之助さんもまあ同じようなこと言ってるんですけど思わなければね何も始まらないと思うことがまず大事だよと。だ こうなりたいって思う。で、そうなるために、じゃあ、インスタやろうと思うとかね。うん。まあ、もちろん、思っただけじゃね。思って何も始めなければ何も始まらないんですけど、思わなければまた始まらないというところで、まあ、思いが強ければ、何かやるでしょ。ね、久保さん。久保さんが、このままの人生でいいって思ってたら、 このままの人生だったと思います。マージャン屋、いまだに経営してたと思いますよ。マージャン屋でいいやって思っていたら、今、いまだにマージャン屋やってただろうし、こんなリレーやってないだろうし、久保さんは思ったわけですよ。このままじゃいかんぜよと。このままじゃいかんぜよと。さすがに。そう思ったから始まったんですよね。あなたは今何を思ってますかそして何を始めますか言ってらっしゃい。